先日、仙北地域に拠点を構える準大手私鉄、仙北高速鉄道が、仙北ライナーの塗装を新塗装へ変更することを発表したよ。新塗装では今までのゴールドの面積を狭め、その代わりに黒の面積を増やしていて、側面の青色の曲がり方は名古屋の素晴らしい球団の素晴らしいユニフォームのような感じになっているよ。デザインコンセプトはフューチャーゴールド、前述の通り黒の面積を増やしつつ、青色のデザインを変えて未来感を演出させているよ。そして先日、10021F が千代田工場から先頭の部分だけ新塗装になって出場したよ。その際にネットでは、なんか金色ってよりサツマイモみたいな色をしてると言われたりしているよ。一応変更の発表は外観だけで、車内についてはデザイン変更はないのかなと思うよ。新塗装が完了して運転開始するのは5月30日の泉中央6時37分発、仙北ライナー62号からで、当日乗車の客には、オリジナルクリアファイルが配られる予定だよ。運行開始から初となる1万2000系の塗装変更、これが1万1000系や今後の仙北ライナーのイメージにどういう影響を与えるか、ぜひ乗って確かめてみたいところだよ。